こんにちは。 NSP 通信記者の斉藤優です。本日は日本から20名の報道、皮膚美容、医療、旅行会社などの関係者とともに釜山を訪問された漢方の伝道師前田真嗣さんについて、釜山の由緒あるここ農心ホテルで紹介したいと思います。今回の招待視察旅行を通してどのようなことを感じられたのか、早速インタビューを行っていきたいと思います。本日はお時間をいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。早速なんですけれども、今回釜山を訪れた理由についてお聞かせいただけますか。はい、今回はですね、去年の10月に、こちらの韓国からですね、東京と大阪に漢方のセミナーがありましてですね、はい、でその時に私も参加したんですけども、そこで今回 の企画の主催者のですね、キム理事とお会いいたしまして、はい、でぜひ日本の方を、20名連れてきてほしいということで、でそれで漢方をもっと多くの人に実際体験をしてもらいたいという話があったものですから、それで実際に私の方でこういった企画に参加をさせていただいてですね、20名の人を連れてきました。ああ、そうなんです、はい、その今回の訪問ではどのような方々が釜山に訪問されたんですか。今回はですね、私 の, 知り合いの方で、もともと韓国によく来て漢方病院に治療に受けられてたとか、あとそういったものを紹介するお仕事をしている方とかですね、それ以外にも業界をですね、いろんな業界の人をそれぞれ選びまして、はいはい、でジャーナリストの人とか、はい、美容の専門家の方とかですね、はい、あと鍼灸師の方とか、スポーツコーディネーターの方とか、もういろんな業界の人が参加されました。一緒に来られたんですね、はい。そのどのようにして日本で漢方を広げる活動をされていますか。どのように日本で広げる、はい、私自身はですね、今いろんなセミナーをやったりとか、はい、漢方の勉強会のしたりとかですね、はい、あと、時々定期的にですね、実際にソウルとか、はい、プサンにも一度来たことあるんですけども、はい、漢方病院とかですね、いろんな病院を実際に見て見学をしていくという見学会を開催してますね。あ、そうなんですね、はい。の漢方の伝道師であると存じておりますけれども、どのようなきっかけだったんでしょうか。私自身が体が悪くてですね、首のヘルニアになってしまいまして、でそれで、私の知り合いの社長さんが韓国でそれを治したということ で私もじゃあそれを体験してみようと。で私の おばあさんがもともと針の先生だったんですね。だから小さい時から針はよく打ってもらってたから、それで、針に対してですね、恐怖とか怖いとかそういうこともなかったので、それで来て直しましたね。なるほど。ではその現在日本ではどのような活動を行っておられますか。はい、実際に私自身は日本の方でいろんなセミナー講師とか、はい、いろんな先生みたいな仕事とかですね、コンサルティングの仕事をしていますので、はい、その経験を生かしていろんなセミナーとか、はいはい、教育とかそういったことを今行っています。今回釜山を訪問されてどのようなことを体験されたのでしょうか。はい、今回はですね、多くの漢方病院の方を訪問させていただいて、でまず第一に行ったのが、多くの日本人が漢方を知らないんですね、全く。なので漢方についての講義を教えてもらうということをまず重点に置いて、それでいろんなところで漢方について講義を受けました。で聞くだけではわからないので、講義を聞いた後実際に針を打ってもらったりとか、脈を取ってもらったりとかという経験を実際にしていきましたですね。その経験されて参加者たちの反応はいかがでしたか。今回韓国20人来てますけども、実際韓国に初めて来た人が6名で、漢方病院を来たことがある人半分以上の人は全く初めてという形だったんですね。でも、実際に漢方を体験してみて、もう皆さん非常にびっくりしてましたね。はい、驚いています。はい、参加された方々は今回の視察旅行を通してどのようなことを学ばれて、帰国後どのような活動を行う予定ですか。韓国の漢方というのが、人間というものを通して人との、いろんな治療というかですね、そういったことをしているということがまず分かったというのと、あとはですね、なかなか西洋医学では治せない部分が、実は漢方ではそれの治療が可能であるということとかですね、そういったことが分かったということ でこれを実際にも体験も皆さんされましたから、もう本当に体が悪かった部分が今日
昨日針を打ってもらっただけで今日もう すごく良くなってる人が実際に何人もいるんですね、はい、なのでこれを経験を実際に日本に帰って多くの人に伝えたりとか、はい、あと、いろんなセミナーとかですね勉強会をもう開く人も実際にいます、はい、あと、旅行のツアーの企画をこれから立てていてですね韓国にまた来てみたいと、はい、そういう方々もいっぱいいらっしゃいますね。ありがとうございます。これからも観光の漢方について大きく活躍されることを期待しています。ありがとうございます今日は漢方の伝道師と知られる前田真嗣さんについて紹介しました。ありがとうございました。이번일본의언론여행의료관광업계를대표하는종사자들의부산팸투어를주선한니아월리스대표이사김태용입니다이번팸투어는한국의한방전도사로일본지역에서굉장한영향력을지니신마에다신지씨의요청으로부산시와당사가협조하여진행하였습니다이번팸투에참가하신마에다신지씨외에수명의인사분들도굉장한영향력을지니신분들로서향후부산한방의료관광업계의발전을기대할수있을것같습니다당사는일본을시작으로중국러시아베트남에현지법인을설립해부산뿐아니라대한민국전체에외국인환자를유치하는데선도적인역할을해나갈것입니다